さあ、鳥飯の大一番つなぐことはできるか、はたまたあと10ポイントで確定する。オーナー自らがセカンドステージを決めるか、見てまいりましょう。中堅戦、名古屋王者ボディスター鳥飯ダルシム対するは忍びずむゲーミング桃地ルーク。いってみましょう。お願いします。さあ、もちが前に出るがリバーサル展開していく。さあ、画面陣は簡単にはいかないと。強フラッシュナックルによる攻め程度に出した。マニシから繋いで打つ、打っていくのはもち。さあ、ドライブゲージは心もとないぞ両者。うわっ、綺麗に入った飛びですね。さあ、バーンアウト上等。とりあえず画面端に連れていきたいか、ももちでしょ。おお、対空うまい、うますぎる。逆に距離のリーチを伸ばして安定取った。マッシュから状況を見て対空コンボ、ここは出しても見事すぎる。うまめちゃくちゃうまい。ドンピシャで弱アッパーを当てていく。そこからの追撃見事。やはりこう飛びですよね、ルークの下部分の強力の飛びをダルシムはどうやってしのいでいくか。あ、なるほど、してるが、しっかりと、まあ、投げをドリルされても連続が繋がらないということで、もうじゃ読み合いになりましたね。ここはアーチを置きながら、ない。さあ、ノクさん、上からの、ね、攻めがやはりルーク強力なんで、はい、さっきもね、入ってましたよね。ここですよね、上からの攻めに対してどうするか、対処できるかどうか。さあ、内容入って、タイルクリードはモモチのルーク、左手は突っ込んでくるぞ。気技がないので、かなり伸ばした者が抜き勝ちですが、ガードでしのぎましたね。さあ、スラからのこの攻め、しっかり受けているモモチ。バーンとさせに行きましたけど、ただこうバーンとさせたところで、ダルシムというのは攻めが強力なわけではないんで、これどう、モモチの体力を奪うか。セガファイヤー打ちながら削りを足元にうまい捨てながらの、いやー、でも落ち着いてる、上からかぶせた、うますぎる。ゲージ使わずだ、ノーゲージでいけるという判断。そうですね、トゥルシャどうするか、前に出て投げて、あとまだ体力差ある。鳥飯のゲージがね、3本見えてきてるんで、そうですね、3本溜まれば、あるいは逆転になるんじゃないか。ここは崩している、当たらない、危ないぞ。バックアップ、これはどうだ、使っている。さあ、ゲット溜まった、マーシス。さあ、ドンピシャで溜まったぞ、うん、SA ゲージ。これが鳥飯か、完全なプラン、ゲージ管理ですね。モンゴチとしては、まあ、おそらくここはゲージでもっていう、いけるでしょうというね、風に踏んだと思うんですけど、はい、鳥飯の勝負手がうまく決まって、ゲージ判断が良かったですね。大きな大きなラウンドになったか。さあ、嫌な流れを背負ってしまうか、モンゴチ。その前に、いい形でラウンドを取りたいが、押し返した。さあ、これで中央を投げ、読み勝っている。これにしたドライブゲージを回復しようとしています。ゆっくりでいい。さあ、ドライブは緑になった。投げている。投げですね。さあ、桃地は何を狙っているか。ややスローペースで鳥飯の攻撃を受けるようになった。コパンからねじ込んでいく。一気にチャンスです。さあ、画面端はルークも非常に強い。これもパンチから、またもや脱出成功。さあ、鳥飯を切り切り、ワークしてるぞ、危ない、もちノーゲージ、しっかりと倒しきり、うん、SA は2つ残し両者。さあ、アウンが立ち込めてきたか。鳥飯が素晴らしい動き、結構触られてるけどしのいでますよね。そうですね、しかもここも下の絵も通る。さあ、面白いように体力差がついていく。しかも SA ゲージも3貯めている。鳥飯ダルシム、はい、うわ、つかれた、綺麗に上から待ち、いいレイザー、ひとまずゲージを回していきたい。次のラウンドを見なきゃいけない。さあ、静かな立ち回りの中で、ももちもこの辺りは焦らないのはさすが。そうですね、硬い。ああ、これはやりに来たところ、ボタン押す、深いぞ、うん、深かったのでしっかり押し置き。さあ、しかし鳥飯には3ゲージある。上見てる、しっかり投げは抜けているが、 CA にはなくしろっているが、まだこれ残るんじゃないか。まだ残るか、伸ばしていくが、ね、さあ、 CA になってる、はい、くらいなんで、はい、とはいえここからズームで一発って感じですかね。八強パンチで頭を切れるような状況です。コモチにミスはもう許されない。あ、来た、横から来る、危なかった。お互いバウンドするとさすがに削りが危ないぞ、これコメント、うわー、内径体育、足は伸びた
トリメシダルシム、ここ一番最高のプレーを見せた炎のマジちゃん、炎を消さなかったですね。そうですね、ちょっといや